皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は東方原作で幻想郷の住人が外の世界のものに触れた時の衝撃の反応をまとめて解説していきますよ。外の世界というと私たちの世界でもあるけど、古風な幻想郷の住人が外の世界のものに触れた時の反応はすごく気になるよ。予想外すぎる反応ばかりなのでお楽しみに。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに幻想郷と外の世界の基礎知識を紹介していきます。その基礎があまりにも複雑すぎるので復習にもなるからよろしく頼むよ。まず白霊大結界に囲まれた内側の世界のことを幻想郷というのです。この幻想郷建設に特に取り組んだのが八雲ゆかりだったよな。幻想郷において結界といえばほとんどの場合白霊大結界のことを指すのです。この結界は幻想郷全域を覆っていて、その効果によって内外の行き来が制限されているんですよ。その番人みたいな仕事が白霊の巫女の仕事っていうことだよな。出入りは普通の人間には残念ながら不可能で、外の方に向かってもひたすら同じ景色が続き、戻ろうとすると一瞬で元の位置に戻るというのです。もちろん力のある妖怪でも基本的には内側から外へ出ることはできません。特別な能力で境界をいじるなどするか、特殊なプロセスを経る必要がありますね。ただし神化すればいつでも通ることができるようで、かなこ様は未だに行き来しているようだぜ。ちゃんと人気投票の順位上げるためにも外の世界の進行も行っているのでしょう。とりあえず来年の目標は10位分アップだな。それでも風神66面がギリギリ60位台ってマジ？基本的に外の世界は幻想郷とは接触できないのですが、外の世界で幻想となったものは幻想郷に流れ着くことがあります。幻想となっていなくても結界の不具合などで流れ着いたりすることがあるとか。もし幻想郷に入るならそれがチャンスだな。外の世界と隔絶されている幻想郷ではあるのですが、交流が完全に断絶しているというわけでもないのですよ。とはいえ基本的に幻想郷への道のりは意思ある者にとっては一方通行で、また内側の世界から好んで外の世界へ向かおうとする者もあまり存在しないのです。もちろん外の世界からの影響を受け続けているという意味では何もかもが遮断されているわけではないのですが、極めて限定的と言えるでしょう。なるほど、やっぱり幻想郷に入るのは厳しいということか。また入れたとしても大抵の外来人は妖怪に食われるかの垂れ死にますね。東方プロジェクト制作者のズンさんも幻想郷に行くことはお勧めしないと言っていますよ。まさかの制作者も。イラスト上達マガジンタッチによるズン氏へのインタビューで、幻想郷に行ってみたいのですがどうすれば行けますか。現実からいなくなる必要があります。非常に危険な発想です。とのことで、幻想郷に行くまでも家庭も危険で、入れても危険ということになります。まあ簡単に入れないからこそ幻想郷という名前だしな。しかしある女子高生が幻想郷と外の世界をつなげようと策略されたことがあったのです。その少女の名はウサミスミレコ。古くからに登場しているウサミレンコとマエリベリーハーンとの関連を匂わせる超重要キャラだよな。スミレコの通っている学校は東深見高校。元ネタは神奈川県大和市の深見東。ちょっと違いますが実在します。しかもこの場所、ズンさん在住の場所の近所なんだとか。へぇ、スミレコの学校は神奈川県にある学校をモデルにしたんだ。もし深見東に住む学生さんが見ていたら教えてあげちゃいましょう。ということはラストステージの都会は東京ではなくて、横浜のあたりなのかもな。スミレコはなんとエスパー少女で、指パッチンで衝撃波を起こせることもできます。なんとまさかのダイナマイト並みの威力で指を鳴らしているらしいぜ。気になる方は後でこちらを見るといいぞ。東深見高校に所属する女子高生人間で、学年は1年生、人知を超えた現象を起こす超能力者で、非公認オカルトサークル飛風クラブの初代会長を務めていました。同じく飛風クラブに所属するウサミレンコとは同性ですが関係は不明。そんな彼女が異変を起こしたのが東方プロジェクト第 14.5 弾東方神秘録の時。黄昏フロンティアと上海アリス弦楽団の共同開発作品だよな。なんと今作のキャラデザインは東方鈴なんで知られる春川萌先生です。さすがは萌先生なだけあってキャラデザが完璧すぎる。まさか格ゲー作品でもこんなにもマッチさせるところセンスの高さが伺えますね。東方神秘録のストーリーのあらすじとしては、都市伝説には面白い特徴があった。口伝いで変化していく噂に対応するように、怪異も変化していくというのだ。霊夢たちは自分に合った噂を身につけ、怪異をおもちゃのように扱っていた。恐れずに噂を操作すれば、現れる怪異を無害にできる。いやそれどころか、自分の力にすることだってできるのだ。自分が都市伝説を操る、それが被害を出さないために必要だと考えていたのである。といったようにオカルトボールという摩訶不思議なボールが幻想郷に登場したのです。そして誰かがそのパワーを解放することで両者を隔てる結界がなくなることをスミレコが目論んだのです。東方神秘録の異変の黒幕であり、幻想郷と外の世界を完全につなげるために白霊大結界の破壊を画策しました。そのために幻想郷に数々の都市伝説を込めたオカルトボールを放ち、
それを7つ集めたものを結界を壊す鍵となるように仕向けようとしたのです。その目論見は東方茨城線の主人公である河川に見破られ、白霊神社に開けた穴を介して真水を送り込まれるのです。外の世界のキャラ、漫画キャラ、音楽作品で間違いなく関わりがあるであろううさみという名のつくキャラが幻想郷の脅威となっただけあって集大成チックな作品だな。その後は、夢の中で幻想郷に行き来できるようになり、音楽作品のもう一人の主人公であるマエリベリーハーンを彷彿とさせていますよ。このボールを集めた者は外の世界へ行くことになるのですが、その時の反応を見ていきましょう。幻想郷の住人が外の世界に行った時一体どんな反応をするのかすごく気になるぜ。それではまずはじめに紹介するのは、東方プロジェクトの主人公の一人である霧雨マリサの場合、マリサはオカルトボールが7つ揃うと願いが叶うと思い集めていました。そしてオカルトボールを持っている者たちから勝利し、ボールをかっぱらっていって、ついに7つ揃うことに成功。オカルト神よなんか願いを叶えておくれ。そんなことを言っていると、今しかられたいキャラランキング1位の茨城河川が現れて腕試しをすることに。人気投票にそんなランキングはございません。そして勝利後河川が言うには、調べた結果、オカルトボールは結界を解くための鍵のようなもので、科学的で人工的な物質だった。外の世界の物質でできていて外のエネルギーを持つ。すべて集めたものは結界を内側から破壊する新たな鍵となり、結界を破壊しながら外に向かう。ボールを集めるという噂は誰かが流した禁断の噂だった。しかし完全に罠にはまって結界が壊される前に、マリサを外の世界に送り込むということか。そして外の世界へとマリサが突入。スミレコ、さすがに昨日の今日だし、まだ何も起きてないわよね。昨日はびっくりしたなぁ。まさかいきなりミコに攻撃されるなんて。マリサ、あいたたた。こりゃ眩しくて目が痛いな。外の世界にいられるのは半時くらいだって言ってたな。わぁ、釣れた釣れた。空を飛んでいるってことはやっぱり人間じゃないわよね。まごうことなき人間だ。人間？お前こそ何者だ？外の人間だよな、というかお前だろ。私を罠にはめた奴は。いかにも。自己紹介が遅れたわ。あずま深み高校一年、うさみすみれこ。泣く子も黙る本物の超能力者よ。こ、高校って言うとあれだよな。学校だよな。そうよ。そうかそっちにはないのかな。学校の階段とかあるんだよな。興奮するなぁ。あるけどそんなことよりあなたの話をもっと聞きたいわ。幻想郷のことが知りたくて呼び込んだんだから。とのことで幻想郷についてすぐの感想はやはり外の世界のビルなどの光が眩しいと言っていますよ。確かに幻想郷では夜になると、もう真っ暗だろうしね。外の世界の夜の明るさに衝撃を受けてしまうよな。また幻想郷にはない学校について話し合っていましたね。マリサは勉強家なので高校のことは少し知っているようでしたが、階段があると思い込んでいましたね。学校に通うはずの年齢であるマリサが学校について話すのはあまりにも貴重なシーンだぜ。やはり外の世界に行ったことで、意外なセリフシーンが見れました。ということで次に紹介するのは、東方鬼神城の6面ボスである宿儺神明丸です。一寸法師の末裔が外の世界に、一体どんな反応するのか気になりすぎてやばい。まず神明丸も噂を信じ、大きくなるという夢のためにオカルトボールを集めていました。願い事がまさかのフリーザ様と同じ。都のみなげるオカルトパワー、無限の力が体を満たすのがわかる。さあ我が体を大きくするがよい。結果ずかしい独り言だわ。かわいすぎやろ。そして真水像がそれを拝見していたようで、排除するためにバトル、勝利後、真水像にこの後のことを自分の目で確かめて判断してこいと言われ外の世界へ。神明丸、おお、この光輝く夜は一体、ここはもしかして伝説に聞く科学の国ラピュータか？スミレコ、わあ、かわいい。お椀に乗っているの？一寸帽子みたい。一寸よりは大きいけど3センチちょっと。むむむ、科学者なのか？私をどうするつもりだ？ペットにしようかな。こんな小さい人間がいるなんて素敵。見せ物小屋みたいでモダーンだわ。ひえー、ラピュータの人体実験は人道に書くという。大きくなる前にこんなところで捕まってたまるか。思いっきりネタに走ったな。ドラゴンボールな上にジブリを持ってくるなんてまさかのパロディでしたね。神明丸の言うラピュータ、つまりラピュータは飛行石の力を用意し島々を浮かせたラピュータ人は帝国を形成、卓越した科学力により全地上を支配していたようです。だから神明丸は科学の実験にされると思ったんだな。しかも最後まで大きくなれると信じていて、あまりにも可愛すぎますね。3センチだけ伸びてやる。それムスカ大佐やないか。ちなみに神明丸の勝利演出はサザエさんオープニングで玉がオレンジから出てくるあれを再現されてますよ。神明丸のネタ性能の高さが異常。ということで次に紹介するのは、東方栄野省エクストラボスである藤原の木工です。木工はもともと何千年前に外の世界の住人だったんだよな。一体どんな反応をするのか、気になりすぎてこれを見るまでは死ねないぜ。木工も願いが叶うという噂を信じ、オカルトボールを集めていました。彼女の願い事は死ねること。いやどんな夢なんだよ。
そして向こうは河川と出会い、もちろんスミレコを倒せるぐらいの実力があるか腕試しをすることに。河川はただの人間だと思っていましたが、向こうは不老不死で長く生きた分、強力な妖術を身につけているので実力を認めて外の世界へ。向こう、歩兵。私の知っていた世界と違う、これが外の世界だと。仕方がないか。あれから千年近くも経ってるもんな。スミレコ、また釣れた釣れた、大量だ。しまった、外の人間に見られた、消すか？大子は、だいぶ好戦的な奴が釣れちゃった。本当にあったシャレにならない話、なんきて。外の世界で暴れるなと言われたけれど、こういうぬるま湯に使ってそうな奴を見てたらイライラしてくるな。ぬるま湯だなんて失礼ね。問題抱えまくる現代社会の行き詰まる学校生活、それらを経験してない奴に何がわかる。こいつは十分強そうだし、ちょっと遊んでやってもいいんじゃないか？やっぱり幻想郷の奴はみんな好戦的ね。そしてみんなして相手を侮る。人類の英知か歪みが生んだ悪魔か、どちらが優れているのか試さないと気が済まないわ。やっぱり千年ぶりに外の世界に来て想像以上にびっくりしてるぜ。外の世界の住人に見られて、すぐに消すか？というまさかの判断にびっくりしましたね。それな、シンプルに恐ろしいこと考えていて怖いわ。それに対してスミレコの本当にあったシャレにならない話は爆笑すぎますよ。うまいこと言うぜ。その後は前年以上生きている向こうがジェネレーションギャップを拾う。超ジェネレーションだしね。その後にスミレコが、問題抱えまくる現代社会の行き詰まる学校生活で苦しむ気持ちがわかるか、という発言はまさに不快ですよ。言っちゃえば、昔ながらの親と現代っ子の子供が言い争っている感じだよ。その後は二人とも実力を認め合い、かなり意気投合し合って、向こうが帰ることに、外の世界の住人カップルいいじゃないか。その後は茨城線で二人の姿が描かれているので、おそらく出会っているものだと思われますよ。二人の会話をもっと知りたい方は憑依花をプレイしてみるといいぜ。ということで次に紹介する外の世界に行ったものは、東方神霊廟エクストラボスである二つ岩マミゾウです。マミゾウはあまりにも珍しい外の世界の妖怪だよな。同じく大妖怪のヌエによって召喚されて幻想郷へと来ました。さすがは数少ない大妖怪にして外の世界にも行き来しているマミゾウは、この異変のことについて知っていて、逆にオカルトボールを使って罠を仕掛けようと外の世界へ。マミゾウ、外の世界にいた頃はあまり感じなかったが、改めて見てみると変化は目まぐるしいもんぜ。繁栄か衰退か、どっちをとっても変化があるということは生きているということぜ。スミレコ、おお、また釣れたわ。あの尻尾、今度はわかりやすい妖怪だわ。ほう、今時珍しいのう、空を飛ぶ人間なんて。そうかそうか、お前さんじゃな。でもまさかこんな女学生とは驚いた。女学生って今時そんな言い方する？ふっつい。とのことで、やはり教授のマミゾウの発言にジェネレーションギャップが生まれていますね。女学生は明治時代昭和初期にかけての時代に使われていた言葉だよな。マミゾウは現在の外の世界も知っていますが、幻想郷を見てみて、経済の成長に少し疑問を持っていますね。幻想郷と外の世界を行き来するマミゾウが、繁栄か衰退かはあまりにも深いな。また変化することは生きていることとも言っていて、マミゾウの長年生きる上での答えが聞けるのもいいですね。幻想郷と外の世界を知るキャラのセリフ一つ一つがあまりにも濃すぎるぜ。ということで次に紹介するのは、漫画東方茨城線の主人公である茨城河川です。河川も外の世界の住人なのか？河川が外の世界の住人かどうかはおそらく不明です。先ほどからずっと出ていましたが、河川はこの東方神秘録の重要人物、幻想郷の崩壊を守るためにスミレコの動きを探っていました。そして河川がオカルトボールを集めて外の世界へ。河川、相変わらずこっちは肌に合わないね。服が汚れるからさっさと用事を済ますか。誰だ？マリサか？スミレコ、おっと。ついに人間じゃない奴が出てきたわね。やったわ、大成功だわ。外の世界に空を飛べる奴がいるなんて。ま、私は特別ね。そうか。お前がオカルトボールを仕込んだ張本人なのか？あんなもので幻想郷の結界を破壊しようとしてたなんて怖いもの知らずな。さすがにすぐバレたのね。でも効果上々だわ。噂に従って誰かがボールを7つ集めてくれれば、そっちの世界に自由に行き来できる扉ができる。手はずになってるわ。そんなことまで知っているなんて、一体何者？改めてはじめまして、私は東深見高校1年宇佐美すみれ子、泣く子も黙る本物の超能力者よ。外の人間が幻想郷の結界を破壊しようとするなんて思ってもみなかったわ。最近の人間を舐めない方がいいわ。ネットで検索すれば何でも出てくるんだから。それにしても、マリサより先に答えにたどり着いてしまったようね。私は別件でこっちに来たんだけど、ついでだから幻想郷の危機も救っていくとしよう。と言ったように、河川もどうやら外の世界に行ったことがある、もしくはもともと住んでいたようで、幻想郷より肌に合わないらしいです。
確かに、河川は動物たちを大切にしているだけあって、自然が壊され続ける外の世界は好きになれないだろうな。また外の世界の人間にも詳しいようで、通常は外の世界の人間が飛べないことを知っているようです。またまさかのこの異変はネットで調べて作った作戦だったとはな。現代あるあるも入れてくるところ面白い作品ですよ。さて、異常が外の世界に来た時の反応でした。霊夢も外の世界に行ってなかった？霊夢はもうすでに異変の話を聞かされていて、特に驚く様子などがなかったので、交流道でスミレコが持ち込んだものや話を聞いた時の反応を紹介しましょう。東方降臨道はその名も降臨道という古道具屋を営む森近凛之助を中心とした物語だよな。そう、東方神秘録の異変後、宇佐美スミレコは夢の中で幻想郷に迷い込むようになったのです。そして幻想郷を探索していると古道具屋の降臨道にたどり着いたのです。そして森近凛之助と出会い、外の世界では誰も持っているであろうスマートフォンを見せたことがあったのです。降臨道は外の世界のものを売っていると言っても、ほぼアンティークなので、現代のスマホを見たらどんな反応をするのかすごく気になるぜ。スミレコはあまり荷物を持っていなく、スマホと財布くらいだけでした。理由としては夢の中に持ち物を持ち込む時には身につけたまま寝る必要があるから、そしてそのスマホを取り出して、スマホを持っていても健在だからあまり役に立たないんだけどね。でも時間もわかるし、本を読んだりして暇も潰せるし、やっぱり必需品なのよ。本が読める、だって。そう、電子書籍。この中に何十冊も入ってるわよ。漫画ばっかだけど。それはすごいな。うまくすれば幻想郷でも売れるかもしれん。本を読む人間は多いからな。しかし、スミレコはスマホに夢中になってもっと面白いものに目を向けれなくなると説明。スミレコはそんな現代に嫌気がさしていて、幻想郷に行くために神秘録を起こしたってことか。ただし森近凛之助目線によるスマホに対するセリフが非常に深い。外の世界は僕にはわからない問題を抱えているんだな。だけどいいかい？ただの道具は人間を成長させる力は持っているが、退化させたりする力はない。そんなことができる道具は魔力がこもっている一点ものだけだ。とのことで、スマホ自体は退化させるものではなく、成長させるものと言っていますね。退化させるのは魔力がこもったものだけか、これは後々の伏線になっているのかもしれないな。先に交流道のアリリキカードが登場したり、東方降臨道は伏線のメモ帳みたいな役割もあるのでありえますね。そして霊夢とスミレコが降臨道であってバイトの話をすることがあったのです。バイトというとまさに現代っ子の悩みの一つじゃないか。霊夢が思うバイトという概念が意外にも非常に深い。スミレコはバイトを始めないといけないと感じていて、霊夢に相談しました。もちろん幻想郷にはバイトという概念はないので、霊夢は知りません。しかし聞いたことはあるようで、霊夢、バイトって、仕事のこと？確か、スミレコって学生だって言ってなかったっけ？学生でも仕事をするの？親がお金を払うんじゃないの？と言ったように、あの霊夢がなんと母親について語ったんですよ。おいおいおい、これは貴重すぎるな。霊夢の母親については作中では一切語られたことがなく不明だったのですが、霊夢もさすがに母親という存在を認識していることがわかるんですよ。おそらくこのバイトの会話だけだろうね。すんなり言っている感じ、そこまで霊夢は気にしていないのかも。そしてスミレコは霊夢の巫女という仕事に憧れを抱き、どのぐらいもらっているのか質問したのです。お金、なんでそんなことを聞くの？なんでって、気になるじゃん。仕事を探すときに一番って言ってもいいくらい重要なのはお金よ、賃金よ。ああ、なるほどねー。私もお金は欲しいわ。でも私の仕事はお金をもらうために選んだものじゃないの。巫女は生まれつきの仕事だから異変解決したって誰もお金を払ってくれないのよ。え、ボランティアなの？なのかな。でもまあ、結果として何らかの形でお金はもらうこともあるけどね。お賽銭だって、売り上げといえば売り上げだし。でも、仕事はやるのが当然ってことなんだと思ってたけど、と言ったようにまさかの霊夢にとって、お金を稼ぐために仕事をしているわけではないということがわかりました。数々の漫画作品でお金のために動いていたような気がするけど、彼女は純粋なので、もらえるもんはもらっとけ、的な感じなだけであって本来は特にお金が必要というわけではなかったようです。また霊夢がここまで異変について話すのも稀で貴重すぎる会話ですね。まさか霊夢の口から巫女という仕事と、母親について聞けるなんて思わなかったよ。あと異変解決でお金をもらっていないのなら、前回の科学の授業で判明したお札の出費はどこから出しているのか不明ですね。確かにすぎる。幻想郷の住人はやはり外の世界と違って古き良き場所。そんな昔の少女と現代子の会話は非常に面白いものですよ。確かに、例えると自分と自分の千年前ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんが、子供時代で出会うみたいな夢の共演だぜ。外の世界と幻想郷はこういったジェネレーションギャップとして見るのもとても面白いものですね。それでは今回の授業はここまでにします。視聴者さんは外の世界のままでいたいか、幻想郷に行ってみたいか、よければコメント欄で教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。
グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。